ダニエル・マーク・ベネットは、イングランドのオフォーク州グレート・ヤーマス出身のシンガポールのサッカー選手。元シンガポール代表。現在、S リーグのタンピネース・ローバース FC に所属している。ポジションは DF で、主に CB をしている。2002年9月に W、ホーリンスポーツタレントスキームで、シンガポールに帰化した選手で、以降同国代表を長く務めた。 128試合に及ぶ代表出場記録は、マリック・アワブ、アイデイ・スカンダルを抜いて、同国歴代1位となったが、その後、シャーリル一尺に抜かれた。選手としては、試合の流れを読み、正確なインターセプトや長距離のフリーキックを、武器としている。12歳の時に若い有望なサッカー選手を選ぶ、シンガポールサッカー協会のミロスキームの対象となった。その3年後には、 ドラフトの結果ティオンバルーユナイテッド FC によって育成されることとなり、第3次教育を受けるためにイングランドに帰国するまで同チームのユースに所属した。1995年にはティオンバルーユナイテッド FC の一員として FAS プレミアリーグに参戦もしている。シンガポールに戻ってきたのは1999年でプロのサッカー選手になるための期間であった。 バレスティアセントラル FC の監督のシバジが彼を加入させ S リーグでデビューすることとなった。2000年5月にはかつて所属したタンジョンパガーユナイテッド FC に移籍した。これまでの15年間彼はミッドフィールダーとしてサッカー選手をしてきたが監督のトハリ・パイジャンによってイストッパーのリム・トンハイが不在の時はセンターバックとして起用されるようになった。 この頃には、シンガポールセレクションクシーに選出され、マンチェスターユナイテッド FC や、リバプール FC と戦ったほか、2001年に S リーグ年間最優秀選手賞を受ける、と、一躍有名選手になっていた。ブラッドフォードシティ AFC の監督ジムジェフェリーズは、彼に感銘を受け、トライアルに彼を誘った。しかし2002年2月8日、 レックサム FC の監督デニス・スミスはベネットとの2001から02シーズンが終わるまでの短期間の契約を発表した。レックサム FC では3月6日のポートベール FC 戦で初出場し守備のようとしてトリニダード・トバゴ代表のデニス・ローレンスとコンビを組んだ。ファンからは注目すべきスタートを楽しんでいた。光栄で落ち着いているように見え試合を非常によく読んでいたと称された。 しかしチームは低迷しており下から4番目の順位であり降格となった。そのためシンガポールに戻りシンガポールアームドフォーシズ FC に加入11試合に出場しチームのリーグ制覇に貢献した。その後再びレクサム FC に移籍した。2回目となった同チームへの移籍は前回よりもよくフットボールリーグカップ3試合を含む21試合に出場し チームの FAW プレミアカップ制覇に貢献し、またフットボールリーグディビジョン2への昇格に貢献した。シーズン末にはクラブから更新の打診があったが、ベネットは代表でのレギュラー出場の機会を増やすために、シンガポールへ戻ることを決断し、契約延長とはならなかった。レックサム FC を対岸した、彼には、ホームユナイテッド、タンピネス・ローバース FC、 ウッドランド・ウェリントン FC から興味を持たれていたが、彼はシンガポール・アームド・フォーシズ FC と2003年半ばに契約した。2005年にはウッドランド・ウェリントン FC に移籍し、代表でのチームメイトであるアグー・カスミル、イキミ、ディクソン、コータッチュアン、マスレズワン・マストゥリとリーグでもチームメイトとなった。この2005年、チームは3位となり、2005年、2006年の シンガポールカップも2位と3位という結果であった。ウッドランド・ウェリントン FC で2シーズン過ごした。彼は2007年に再び、シンガポール・アームド・フォーシズ FC に加入した。同チームでは2007年と2008年に S リーグ、シンガポールカップを共に連覇する快挙を達成した。その2007年のシンガポールカップの決勝戦、それは十一月十五日に行われたが、この試合で彼は、 タンピネス・ローバース FC に所属していたのをアラムシャーと衝突した。代表ではチームメイトである彼であるが彼はベネットの頭をケディ・サカを起こした。その後、タンピネス・ローバース FC のチームメイトに引きずられ、アラムシャーは退場するも再び戻ってきてもう一度頭を蹴った。これによって昏睡状態に陥ったベネットはアラムシャーが審判のアバスダードによって 体調処分を受けている間に病院に搬送された。これによって、アラムシャーは12ヶ月の全世界での出場停止及び2000シンガポールドルの罰金となったが、これは後に7ヶ月に減刑された。その後、ベネットは選手に復帰している。その後2012年にはキャプテンマークを巻くこととなった。2007東南アジアサッカー選手権で優勝を果たした後、 チャンギ国際空港でのダニエル・ベネット2002年に W ・ホーリンスポーツタレントスキームを経てシンガポールに帰化した彼はシンガポール代表に選出された。その初出場はヤンベルゲプール戦監督のもと2002年12月11日に行われたフィリピン代表との親善試合であった。この試合で彼は早速ゴールしたもののこれは認められなかった。しかし彼は 正当なゴールであると主張し続けている。公式に認められている代表初得点は2003年8月4日に行われた香港代表戦のものである。彼が初めて参加した国際大会は2002タイガーカップであり、シンガポールはこの大会のホスト国の一つであった。しかしながら、シンガポール代表は決勝戦に進むことができず、グループステージで敗退しライバルである。 マレーシア代表にも4-0の大敗を起死した。ラドイコ・アブラモビッチ監督のもとでは、シンガポール代表の参加する大会に呼ばれないことはなかった。2004タイガーカップの決勝戦では、ゲロラ・ブンカルのスタジアムに集まった10万人の監修に囲まれ、ホームであるインドネシア代表から3分に長距離のキックを決めて、先制点を奪った。 この試合とホームゲームともに勝利したシンガポールは1998タイガーカップ以来2回目となる東南アジアサッカー選手権の優勝を果たした。彼自身はその後2007東南アジアサッカー選手権2012アフスズキカップにも出場し同大会を3回制覇している。代表100キャップ目となったのは2011年8月24日に行われた サッカー対代,代表戦であった。これによって彼は、フィファセンチュリークラブへ登録された。2012アフスズキカップの決勝では122試合目の出場となり、アイデイスカンダル、マリク・アワブの持っていた121試合という、シンガポール代表最多出場記録を上回った。その後2013年2月6日のヨルダン、代表戦では128試合目を達成し、 同国最多記録となったが、後に、シャーリル医者に、この記録は抜かれた。イングランドに生まれた彼であるが、2歳の時に、家族でシンガポールに移住した。そのため、教育は主に、シンガポールで受け、小学校は、タンリントラスト小学校であった。また、彼の父親が教師を務め、後に校長となった。 ユナイテッドワールドカレッジオブサウスイーストアジアにも2004年まで在籍した。イングランドではラフバラー大学に在籍し、スポーツ科学士の学位を取得した。2005年1月5日には中華人民、共和国出身の妻と結婚した。代表での特典一覧。ありがとうございます。